その神社のですね、歌詞がこう書いてあるところがありますね。神社の中にあるんですか？中にありますね。早速繁華街の中にある花園神社へ。こうですね、花園神社ビルの隙間って感じですね。神社町人の日頃は広い足が持つんですよ。あ、本殿ですね。結構立派な神社ですね。本殿の眼鏡が燃えている方も多いですね。覗く日の裏表でおけいちゃん達者かい。おけいちゃん達者です。今日もお金で働けました。これですね、ありました。柿稽古の夢は夜開く。どっちと影がある。影と華やかさを合わせ持った柿ですね。なんだか不思議な空間にある不思議な柿。余った若さを無駄にして、バカなやつだね俺たちは。おけいちゃん西の花、おけいちゃん白します。花園神社は江戸時代大火で焼失、しかし再建のため境内に線路や演劇などを使用しました。現在代表的な催しは、唐十郎さん率いる状況劇場から続く赤テント。およそ50年の歴史があり、今も狭いテントの中で迫力の芝居を繰り広げます。酒飲みどころ、ここは天国。おきみちゃん、またコンサートも度々開かれ、芸能にゆかりがある神社として人々に親しまれています。ひらりひらひら舞う夜は、おけいちゃん頑張って。昭和の時代から音楽好きの若者が発売です。こちらが新宿の街を半世紀見続けてきたオーナーの中平さん。ジャズミュージシャンの写真家としても活躍され、マイルス・デイビスやジョン・コルトレーンらも撮影されている新宿音楽界の重鎮。当時の新宿について伺うと、まだこの新宿の靖国通りは都電路面電車が、路面電車があったんですね。で、割と地方の人が多かったんですね。人間のルツボみたいなところがありますから。藤恵子さんというとどういうイメージがありますか？演歌の歌詞とかは明るい人は売れない。あ、そうなんですか。違った、ちょっと何か加減があった、何か、何かあるんじゃないか、辛いことがあるんじゃないかというような。藤恵子さんの夢は夜開くが流れてるような場所っていうと、この辺りずっとの辺になるんでしょうね。やっぱりあのゴールデン街とかね、まあ、唯一戦後の雰囲気が残ってるのはその辺ですよ。やっぱり新宿っていうのはちょっと泥臭くてちょっとやばいようなところもあって。なるほど、うん、そこに演歌が合う。日が暮れてきましたね。雨も上がって、これから新宿に夢の花が咲く夜がやってきますね。風に触れる赤と黄色。
かるとメディアから取り上げられ、今や海外から来られた観光客のスタイルとして知られています。夢は夜昼